はい、こんにちは。今回はですね、将棋の香川先生と谷合先生に来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。その今回のね、比較なんですけども、以前ですね、先日谷合先生と目隠し将棋積分という、今巷でね、大流行中の頭脳スポーツをですねやらせていただいたんですけども、そこでボコボコにね、されまして、なんかもういいかなと思ったんですけど、谷合先生の方からまだね、ボコボコにしたいというね、お話をいただきまして、その内容なんですけども、ちょっとお話ししていただいていいですか？そうですね。今回、私がコンピューターの将棋ソフトを作ってきたので、それをぜひ、匠さんに戦っていただきたいなと。なんと、自作の。自作の AI。はい。それが今、僕の今目の前にあるパソコンに今入ってて、そうですね、僕がじゃあこれと対局をすればいいんですか？はい。で、後ろで、香川先生と一緒に谷合先生が、実況みたいのをしてくださると。そういう形でいこうかなと思ってます。そうなんですね。じゃあ、指しながら、いろいろとお聞きしたいんですけど。はい。あれですね、もうね、動くんですよね。もう。これもう。はい。バグがなければ。でも谷合先生、やっぱりこの、匠さんも動画でご紹介していただいてましたけど、はい、こう将棋 AI、将棋界でね、非常にこう年々注目度も高まってますが、棋士の先生が作られるって、前代未聞じゃないでしょうか。確かに。これまでも作られたご経験ってあったんですか？いや、初めてですね。初めて。今回、匠さんとコラボするなら、ちょっとこんなこともやってみたいなと思って。ただ思いついたのは結構前なんですけど、こう、やろうやろうと思ってずっとやらない。大学生なのに、というか。気づいたらもう2日前とかになってて、もう今日、2日でもう特化作業で。2日でいけるもんなんですか？今の時代、いろいろ揃ってるんで、道具が。すごいな、じゃあ。ネットから集めまくって、もうそれを全部詰め込みました。夢がありますね、じゃあ、今結構揃ってて、誰でも、比較的短期間で、じゃあ作ることはできる。そうですね。楽しみですね、匠さん。意気込みいかがですか？意気込みですか？気持ち悪いですね。その AI とやるというのが、どうなるのか全くわかんなくて、怖いです、そうですよね。未知なるものとの戦い。そうですね。楽しみです。谷合先生は自信のほどはいかがですか？いや、僕は本当に最後までちゃんと将棋させてくれるのが怖くて子供みたいな、はい、ちょっとドキドキですね。そうですね、最後にそのちゃんと動くの確認できたのが1時間前にようやく1時間前、ちゃんと最後まで動きそうだっていうことが分かったので、そんな感じで言ってくれればちゃんとさせると思うんですけど、ちょっとドキドキですね。我が子を見守るような怖え。非常に楽しみな一戦ということで、早速ではお願いします。じゃあはい、始めながらじゃあちょっといろいろ教えてください。はい、はい、それではよろしくお願いします。お願いします。じゃあ2六歩。怖い。いやーすごい、でも谷合先生あれちょっとめっちゃ悩んでます。すごい悩んでますけれども、これはちょっと設定を変えますか？すいませんね。頼む、刺してくれ。刺しました。しかも、マジか。本当にこういうの嫌なんだよ。本当に嫌だ。これは谷合先生、3二金とね。はい。どうですかね、ご覧になっていかがですか？記念すべき。いや、でも、ランダム性がちょっとなかったんで、4手目までは、ちょっと、自由に、もうランダムにさせてもらうっていうことにして、それ以降は、ソフトが考える最善手を選んでもらうんですけど、最初だけちょっとランダムにさすっていう設定にしたので、3二金は、ランダムの中ではいい手ですよね、多分。そうなんだ。やっぱランダムでやってるんだ。びっくりした。さあ、匠さんどんな構想で？じゃあ、7六歩でいきます。はい。道を開けて、自然な出だしですよね。おちゃんとした手だ。ここまでさせればもう、あとは、谷合先生の顔に安堵の色が浮かんでおります。いやもうよかったです。じゃあ2五歩で、はい、谷合先生、こう制作されたポイントみたいなものを伺ってもよろしいですか？はい、どんな風に。はい、そうですね、8-5 まだ来てない。落ち着いてください。大丈夫です、まだ始まったばかり。僕がやったらすぐ差し上げたい。匠さん
今何が起こったかで谷谷先生ね、あの、たくみさん刺されてないんだけど、はい、なかなか書くわ。上がられてます。僕が刺したらすぐ刺したんで、一旦ちょっとじゃあここで教えてほしいですね。はい、はい。そうですね。まあ、今回のソフトは、まあ、ディープラーニングを使った将棋ソフトで、最新じゃないですか、ね。そう、最新なんですよ。はい。で、まあ、そうですね、もう、ネタバラしちゃうと、ベースとなっているのが、こちらの、将棋 AI で学ぶディープラーニング、はい、そうですね、マイナビ様の本じゃないですか。そうなんですよ。今ね、撮影場所を提供していただいてますけど、お借りしてるんで全然これはそういう意味じゃなくて本当にね、はい、はい、そう、ま、今将棋の AI をディープラーニングで作ろうとしたら、まあ、多分この本ぐらいなのかなっていうぐらい本で、まあ、将棋 AI のバイブル的な本ですかね。厚みがすごいですね。そうですね。で、まあ、これを元に作ったんですけど、まあ、ただそのまま作るんじゃなんていうか面白くないので、まあ、ちょっと僕なりに工夫した部分もありまして、そうなんですね。まだ七角、三四歩まで、はい、まだその工夫というのはもうちょっと先になったなという感じでしょうか。はい、そうですね。七八銀で、コンピューターと角代わりやるんだよな今から。怖いな。人間とでも結構ヒリヒリするのに。代わり今のところすごい将棋知ってそうな感じの指してやってますね、ソフトは。同銀で2二銀。いや、なんかまだ初手だけびっくりしましたけど、ちょっと人間っぽい。そうですね、ここまで来たら普通の将棋ですね。生まれたてほやほやのね、はい、AI さんなわけですが、4八銀ですか、決まりまして、三三銀。いや、立派な手が続いてますね。いや、よかったっす。谷谷先生、見たことのない、こう、ほっとした表情を浮かべられていますが、匠さん、この後はどのような作戦で参りますか？まあでもちょっと、まああの、まあ出来たてほやほやって言ったんで、最終的にはもうバグつく勢いで、それでも勝ちたい。それでも勝ちたい。どうやったらバグって出るんだろう。ちょっとまあ、急戦形の方が、あっち側から仕掛けられたら怖いんで、ちょっと急戦形で狙っていきたいなっていう、はい。自分から攻める展開もありますね。ということは、はい、3六歩、そうですね。これで、攻めの体勢を築いて、まあ、これを使って、こう、はい。うお、ね、あ、何これ、これは悪いところが出ましたね。いきなり、いきなり6四角と、打ちました。谷谷先生、これは飛車取りですね。次にも当然これ受けられるわけです。いや、ちょっとこれがちゃんと読みの入った手なのかどうかっていうのがちょっと僕には分かんなくて、うーん、多分、まあ、こうとかやるとこうするっていう読みなんじゃないかと僕は信じてます。なるほど。うわ、これ刺されたことないんですか。これこれ打っただけで多分こんなことされちゃうとちょっと僕は悲しいですね。悲しい。なるほど。ちょっといきなりこのちょっと緊張感が盤面に走りますね。これ人間的には谷谷先生いかがですか？悪臭ですけどね。まさに。そうか。いや、ちょっと、いや、最先端のソフトに刺されたならこういう手あるんだって思いますけど、うん、まだ信用しきれてないんで感情。なるほどね。いや、やっぱりね、多分今ご視聴されてる方々はもう AI イコールも最強というか、はい、名人にも勝ったというそういう印象が強いと思うんですね。こういう生まれたてのこう AI を見るっていうのはなかなか初めてのことかもしれないですね。どうすればいいんだ。なんか嘘か。いや、なんかすごい人間刺したらラッキーと思うのに、なんかこの後読んでるのかと思うとちょっと怖いですね。怖いんですけど、これ何かしらなんかここでこう受けるかですね。そうですね。こうなのか、こうなのか、あるいはこんな感じですか。そうですね。うん。何これ。いきなりでもね、選択肢もあるから、匠さんの目線から見ても結構悩ましい、ね。悩ましいですね。怖すぎる。マジでどうすればいいんだ。ちなみに先生はこっそり、どれがおすすめですか？僕は、これですかね。なるほど。いやー、何考えてんだろう。怖いなぁ。本当にこう、こう見守る親のようなね、目線ですけれども。2日間ってどういう風に過ごされてらしたんですか？その、この制作にあたって。あ、もうずっとパソコンの前で、画面とにらめっこでしたね。で、まあやってみたいテーマがあったので、まずそれから書いて、まあその後徐々に、パーツを整えていったっていう感じですね。じゃあ軸は最初に決めてという作り方なんですね。はい、うん、
何かこう理系の視聴者の方に向けてちょっと専門的に、多分私分からないと思うんですが、教えていただくこともできますか？そうですね、もう今回使ったそのディープラーニングの手法っていうのが、まあ、トランスフォーマーって呼ばれるもので、はい、まあ、最近流行っている、さっきのやつ、はい、あ、おすすめの手を、さすが匠さん、これ谷合先生も後ろで一押しとおっしゃっておられました。そうですね、こうすることで、まあ、手順にこれが効いて、まあ、ちょっと、はい、あ、そうなんだ。いや、変な、もう。いや、僕なんか86歩とかでなんか来るのかと思った。って引いてました、僕も。まあ、来た時をどうしようと思ったけど。匠さんもそれをこう読んで、飛車が左側にね、こう回ってくれる。そうですね、聞くようにと思ったら。いや、さすがの読みですね。さすがの読みですね。うわ、なんかもう変な緊張するな、これ。もう、後ろではでも、ね、谷合先生がちょっとうなだれの耳に、はい、ご覧になられてます。マジで、もうなんか正解がわからなくなっちゃったよ。まあでもきっと匠さんはね、自然に指して、はい、いつも通りが一番よろしいんじゃないかなという気もします。お強いですかね。78金、はい。お、あ、でもこれもなんか攻撃してくる、ちょっとかしげながら、なんで打ったかなこれ。ちょっと説教モードになっておりますけれども、どうですかね。匠さんが囲いにね行かれて、お、駒組みが、駒組みですね。なんかでもこの手以外は自然に、まあそうですね、はい、進んでおりますかね。まあ定石は知らないんで、教えてないんで。ああ、なんか昔はやっぱりこう定石から覚えさせてという作り方が多かったんですね。最近のその手法は16歩、はい、人間がこれまでこうね、重ねてきた将棋というのをこう見なくても戦えると、そうですね、いう風になってるんですよね。お、桂馬を跳ねてやる気満々という感じですね。そうですね。匠さんちょっとこれ怖いですよね、駒が。いや、もうなんか、もうなんか分かんないですね、もうね。怖いのか大丈夫なのか。攻め、僕は攻めようとか言ってたの、もうなんかなくなりました。もうこの角に一気に意識をね、持っていかれて、はい、いい手だったのかもしれないですね。そういう意味でね、トランスフォーマー、そのトランスフォーマーっていうのが、まあ、結構その自然言語処理と呼ばれる分野で使われたので、まあ、自然言語っていうのがその日本語とか英語とか、まあ、普通に人間、我々が会話するような言語のことなんですけど、うん、まあ、それを処理する、まあ、例えば機械翻訳とか最近ではすごい精度上がったって評判だと思うんですけど、そういうところに使われている技術の一つで、で今回思ったのが、そのトランスフォーマーをこの将棋で使いたいので、もうこの盤面っていうものを一つの、まあ、言語というか文字列のようなものとして捉えたらどうなるのかなっていうのがすごい、もともと気になってたのでやってみたかったことです。なんだか面白い着眼点ですね。6六歩、はい、これまでそういう作り方をご用意ですねされたあの開発者の方ってあまりいらっしゃらないですか？そうですね、調べた限りは多分あまりやってる人はいなくて、今までそのディープラーニングの手法を使ったその将棋 AI っていうのは、この盤面を画像として捉えて、その画像処理の枠組みで、解くっていうことが多かったんですけど、まあ、あまりまだその自然言語の枠組みで解くってことがやられてなかったように思ったので、58金、はい、14歩までいきました。はい、じゃあちょっとなんだか新しい可能性をこうこの一曲でもしかしたらね感じられるかもしれない、まあ、なんか自信なさげですが、でも今のところだからこれまでと違う作り方をしたようにはね言われないとこう分からない感じですよね。そうですね、まあ、まだ九六歩目立った気はないですね。はい、もうちゃんと初も挨拶してそれっぽい、はい、それっぽいじゃないですか。学習ってどうやったんですか？もうだって時間がなかったわけじゃないですか。そうですね、本当は、まあ、すごい長く時間学習時間かけたかったんですけど、はい、まあ、ちょっと2日しかなかったんで、まあ、もっと早く始めろよって感じですよね。そういうものですよね。で、まあ、その文字列として扱うっていうのは、まあ、11からこの99までこうこれをもうなんていうんですか、私は猫ですみたいな感じでそういう文章として捉えて、もう文字盤を含めて95文字の文章として捉えて処理するっていうことをやってます。へー、難しいけどなんだか不思議なこう作り方といいますか、まあ、そうですね、うん、でそれでそのトランスフォーマーを使った自然言語処理っていうのもいろいろあるんですけど、まあ、その中でもバートっていうものが有名で、
で、バートっていうのは文字列の情報とか単語列の情報から意味のある情報を引き出すために、まあ、ちょっと面白い学習の仕方をしていて、はい、で、まあ、私は猫ですってあったら、まあ、どれか一つの文字を隠したりして、でその文字が何かっていうのを当てるっていう感じの仕方をするんですね。で、まあ、この将棋でも同じようなことできないかなと思って、例えばこの盤面があったとして、この一つだけ消して、でどこにかおかしいでしょうみたいな問題を解かせるんです。でそうすってここが正解っていうのに学習していくと、だんだんその自然な局面というか、勝利でなんていうかいい形っていうのを覚えられるかなと思ったので、まあ、ちょっとそういう学習の仕方をしてみました。面白い。これまで聞いてきた、おついにあの角が、あ、あの角がそっか、あの角が交換となりましたしかし、たこみさんの銀も出てて、攻めの形を作ってますね。はい、まあ、この角もね、やっぱりこの飛車を狙って、そうですね、この角がいると銀がずっと動けなかったので、はい、で、6四歩と突きまして、いやでもこれはどちらから動くのか結構難しい局面に、はい、うん、なってきて、なんだかいい作り方だったんじゃないのかなって素人目に思ってしまうんですけど、なんか結構いい形ですね、こうやっていると。そうですよね。いや、これは谷合先生がまた勝利界に新たな伝説を作られてしまうのかな他にも棋士の先生で AI をこう自作される方ってだっていらっしゃらないですね。どうなんですかね。まあ、でも今の時代本当にすごい作りやすくて、その、うん、まあ、この本、まあ、そうですけど、この本を真似するだけで作れちゃうんですよ、将棋 AI って今、うん、それぐらいのすごく道具っていうものは今揃っていて、まあ、昔だと将棋 AI 作るってなると、そのまずルールからちゃんと書かなきゃいけなかったんで、すごい作るの大変だったんですけど、はい、今はそのライブラリっていう、まあ、ある程度、まあ、なんていうかみんなが使うような道具をまとめて、それをもうネットに公開されてるので、まあ、みんなそれ使って使い回してやれば、まあ、割と簡単に作れる時代ではあります。3五歩お、ついに匠さんが戦いましたね。同歩と、早いですね。谷合先生も今回こう、まあ、既存のものを使えば、まあ、よりこう分かりやすくこう強いものも作れたかもしれないけど、今回はもう独創性というかオリジナリティ、まあ、そうですね、せっかく匠さんに戦っていただくので、はい、ということですよね。というのと、まあ、もともとこうやったらどうなるのかなって気になってたので、まあ、その実験も兼ねてというところですね。匠さんに今回実験台になってもらいましたいや今のところかなり興味深い実験進んでいるように見受けられます。こう中盤をこれもまた本格的な手ですよ、ね、これは堂々と取りましたね。読んでんのかな、ちゃんと。早いんだよな、手が。これはで、そういう仕様なのか、それとも読んでたから早いのか、人間じゃない気持ち悪さがあります。あ、つまりこれはこうなんでらっしゃるんですよね。あ、そうですね。なんかこう、有段者らしい戦い方という印象ですが。すごい筋のいい攻め方だと思うんですけど。うん、これが実現しちゃうと、こう、こちらが。そうですね。さすがにあれを取られてしまうと悪いので。皆さんの手が、はい、これを受けてほしいんですけど、何させますかね。あ、うん、うん、どうなってんだ。シンプルに3四歩なんだ。まあちょっとこれから考えてみたいですけど、こうした時にどうなりますかね。まあ部分的な受け方としては2つあって、まあ1つはこうですよね。取ってなれるんですけど、まあこうですね、こう叩いてこうするっていう部分的な置き方があるんですけど、こうとこうで両方受けられそうに、ね、逃げたらこれ取られちゃうんですけど、まあ、この場合王様がここにいるのが悪くて、これが王手になっちゃうんですね。うん、これこう取ってる場合じゃないですか、ね、そうですね、こうするしかなくてちょっと一方通行になっちゃいますかね、はい、まあ、これはこれで難しいですか、まあ、難しいかもしれないですけど、うん、そうですね。2四歩で、お、さすが匠さん、これは、あ、早っ、ちょっとお待ちくださいね。悩んでほしいな。盤面を戻してまいります。さあ、2ということで2-4の方を取ったんですね。そうですね、持ち駒が、この歩が歩2枚ですかね、はい、まあこうした時どうなるかですけど、あ、取りましたね。どうやって受けるのかな。あ、普通に、お、自然ですね。まあ交換しておいて手番をもらって何かということですか。
本当に読んでんのかな読んでないというのなんか取れる子も取ってるだけなように見えますけどね、子供のような厳しいですね先生。ここもちょっと悩ましいですね。こういくか、まあ普通にこういくか。で、そうなってくると次やっぱりこの狙いが、ね、そうですね、あるから、それをどう対応するのか、はい、もう取れる子もないですからね、はい、ちょっと何かどういう手段に出るのかなというところでしょうか。こうするとその瞬間がちょっと、そうですね、ちょっと、まあ、ここにそうですね、打たれるとか、なんかそういうラインがあるので、まあ、ちょっと怖いところかもしれないですね。こうするにしてもこうとかこうとかそういう手段も考えられます、はい、そうですね、ちょっとここまた悩ましい、悩ましいところだと思います。ごめんですね。お、いや本格派同じ感想あ、谷合先生、お、攻めてる本当に攻めになるのこれ、なんこれ、まあこうなった時どうなるかですよね、一番気になるのは。いやでも相手の気力がわからないでこう殴りかかられるの怖いですよね、たくみさん。こんな手あるんだ、こんな手があるんだ。まあでも、まあ、候補には上がりそうな雰囲気は、まあ雰囲気は、はい雰囲気のある手だと思うんですけど、はいいや、どうなんですかね。あ、そういえば谷谷先生、この AI に名前とかつけてるんですか。結構ね、プログラムの名前とか。あ、いやでもすごい愚直で、そのさっき言ったそのバートっていう手法と、で、あとその探索にモンテカルロツリーサーキーっていう手法を使ってるんで、うん、その頭文字は MCTS、うん、なんでバート MCTS って名前になってます。かっこいい、かっこいい私谷谷先生が作った AI だから略して谷、あ、いいかなとかっていう。谷外の AI の愛ですよね。谷AI っていう。そんでありましたね。まあ、それは最終版ってことで、まあ、まだ子供なんで。そっかそっか、まだちょっとね、育っていく中で。ちょっとまだ谷外の名前は語らせたくないですね。今の段階だと。なるほど。もうちょっとこう立派になってから、その名を継いでほしいというところですね。いやー、これ匠さんちょっと悩みますね。ここというよりもこの先に何があるのかっていう、ちょっと心構えをね、して進めたいところですね。まあ、ちょっとこうとかは受けないですね。まあやはりここはそうしたいところなんですけど、この時に何があるのか、相変わらずね、これそうですね、まあ、ただ今度打たれても実はこういう手が効くようになっていて、このおかげで一見ね、このこれでもらえるように見えますが、そこでね、そうですね、これを動かしたおかげでこれがリュットになったんですね。それっぽいじゃないですか。それっぽいっすね。これに合ってんのかな。筋がいいな。褒めてあげたくなる指し方ですね。こうなれば。いきなりこうもあるんですか。そうなんです。いや、そうなんですよね。それ刺されたらこっち強いなってなりますね。我が子ながら。我が子ながら。さあ。さあ、ここもう進めました。さあ、ここで注目の一着。おお、それも普通ですね、確かに。単に角打ちあんま感動がないですけどね。これと比べると。立派な指し手ですよ、先生。まあ、まずこれ取りなんで、まあ、受けた時にどうなるかですけど。こうなのか。かあ、まあ、これからこうとかこうとかそういう手もあるし、ね。ありますね。うん、いや、手が難しいですね。うん、でも結構こう、まあ、一瞬で攻められるかなと思いましたが、結構切り返していく、そうですね、うまく反撃の形に持ち込んでいるようには見えます、うん、お、お、角でしたね。角には角、やっぱこれだとちょっと元気がないという感じですかね。悩んでる。長考だ、初めて。いや、なんかタイミングそれっぽい、それっぽいそれっぽいですね。この交換得なのか損なのか全く僕には分からないですけど、あ、谷合先生にも不透明な景色で、これこの先でね考えてこれを得と見ていたらそれはすごいことですね。そうですね、うん、いやそわそわしてるこんなにそわそわしてる谷合先生初めて見ましたが、あ、これは普通に取りましたね、先生、大人の対応でしたね。なんか考える時間長くなってきたやっぱりもこう読む要素が終盤はね増えてきますから、ね、考えがいのある局面という感じでしょうか。匠さんもだんだんね前のめりに考えていらっしゃいますけど、勝負どころですからね。うん、
なんか思いのほか将棋になって嬉しいです。確かにこう最初で始まる前は将棋ができるのかというところをね心配されていましたが、たくさんでも駒もぶつかってこう本格的な内容ですよね。そうですね、うん、今日の朝まで初手これしかつけなかった人とは思えないです。一応そうだったんですか。やっぱり AI だとこう積み最後の終盤が強いっていうのが、いやめっちゃ弱いっすこれ。そうなの。7の銀で、いやこれいい手ですね。谷合先生これはいい手ですね、うん、おそのタイミングで4六角どういうことなんですか。そんなのあるんですかこれ。なんか目まぐるしいですが、目まぐるしいですね、こう取っちゃうとこう取られちゃうということで、そうですね、なのでここはこれいってるんですけど、うん、それから引いといて、おーほんまか不思議な間合いですね。これ僕有利なんじゃないですか。谷井先生いかがですか。まだ頑張ってると信じます。ちょっと良くなったのではこのやり取りで。確かにここすごい硬くなったので手順に、たくみさんがうまく指したと思いますね。この2枚の銀は非常にこういい形と昔からね言われている形ですから。まあ、ただ今ちょっとこれがね直通なんで、もしかするとなんかうまい手が狙ってるのかもしれないですね、次に。まあ、例えばこういう手とか見えますよね。あ、おお、なるほど。でこうやるとこう。そうですね、これで。いや狙ってるじゃないですか。狙ってる可能性はあります。あ、そっか。こうなるとなんかちょっとドキッとしちゃいますね。そうですね、うん、まあ、あとはやっぱりなんかこういうような、あ、そうですね、そういう手、まあ、いろいろ狙いはあるので、ちょっと何を受ければいいのかっていうので、うん、ちょっと匠さん難しい局面だと思いますね、うん、本当はね、こうとかこうとか、そうですね、やりたいですけどね、やりたいですけど、ちょっとここは時間を使いたい局面ですね、はい、あの詰みが弱いという話非常に気になるんですが、そんなこともあるんですか。そうですね、1手詰めは読めます。3手詰めは読めなかったです。そうなんですか。そうなんだ。誰でもとは言わないか。3手読めるかな。いや、ちょっと怪しいですね、3手からは。AI なら誰でも読めるわけじゃないんですね。わけじゃないです。それはちなみに何が足りないんですか。まあ、一番それを解決するのが、手っ取り早いのが、もう詰将棋用のルーティン、詰将棋用のシステムを載せることなんですけど、まあ、ちょっと今回そこまで手は回らなかったので、で、まあ、なぜ詰みが見えないかというと、この AI、この局面で一番それっぽい手を指したがるんですよね。あ、芸術家なんですね。芸術家なんですよ。で、詰みよりはむしろ実技で駒が取れるなら取る方を多分優先しちゃうんじゃないかなって思います。あ、でもそれは匠さんにとしてもしかしたら有益な情報かもしれませんよね。そうなんですよ。そして8七歩と打たれました。いい手だと思います、うんうん、おお。今ね、私あの先ほどこういう手とこういう手が狙いですね、はい、なんて話もしてたんですが、両方とも同時に受けましたね。六三角いい手なのかな。一個一個これ一個一個疑問がありますが、今普通は悪手ですよね。角はやっぱ攻めに使いたかったので、ここってまあ受けはしましたけど効いてないじゃないですか攻めに。確かになんかね、こうとかでこうとか、あ、そうですね、そこまで行けばいいんですけど、でもやっぱそれっぽさはありますよね。なんか刺されてちょっとおおってなって。ちょっとなるほど、芸術点を評価しがちなところもあるんでしょうか。でも結構将棋を知らない方にとってそれっぽさって結構難しい考え方かもしれないんですが、なんというかこうプロ好みとかそういう要素になってくるんですかね。はい、そうですね、筋がいいというか。やっぱ結構その上質な棋譜、強い人の棋譜でその学習させたんで、うん、形っていうのは知ってると思うんですよ、この絵。なるほど、なるほど。読みは入ってないですけど。本当にもう、いい形を目指して。あ、そうなんですよね。まあでも、いい形っていうのはやっぱりいい手が多い、ね。そうなんですよ。そうです。むずい。悩ましいですね。そういう手を。そうなんだ。なんかでもこう新しくなんていうか勝利仲間ができたじゃないですけど、はい、新しい感性の方とこう対局してる感じ、なんかこう見てても楽しい感じですね。ですね、こんな手が出てくるんだっていう。さあ、どういう手を指しますかね。いや確かにすごいむずいですね、指す手ってなると。なんですよ、急所が。急所か。まあ引くならこうだったんですけど、あ、それもいい手だったんですね。あ、良さそうな手じゃないですか。
か、これも。そうですね、まあ、これは次にこうやってやってて、うんうんうん、まあ、私が今単にこうやったのは、まあ、これを移動させてここに打とうかなっていう狙いだったんですけど、これもすごく、そうですね、これもこちらにも、こちらにも効いて、まあ、ただこれがね、うん、味がいいってやつなんです。これはすごい、もうこの AI がね、を指してるじゃないですか、好みの手だと思いますよ、はい、あ、それっぽいんでなるほど、これはそれっぽいでしょう。要するにこの角を、もう利きをね、たくさん増やしながら相手の角にプレッシャーをかけるということで、はい、ちょっと一瞬こう気分が悪いですね。せっかくいい位置だったのに動かないといけないということで。まあ、そうですね。まあ、ただこれも狙いの一つだったんで、まあこうやっといてどうかじゃないですかね。うんうんうん、確かなんかこういう手とかもあるんですか、ね。なるほど、それもありますね。うん、こうはどうですか。まあ、ちょっとやりづらいですね。なかなかやりますね。いやー、でもこう今ね、 AI がいかに頑張ってるかってお話です。やはり匠さんの強いなっていうのが今こう随所に現れてますよね。そうですね。うーん、今のところこう悪い手というのはないんじゃないですか。ないですね。匠さんもすごいそれっぽいっていっぱい指してる。僕も好きなんですよ、それっぽい手が。先に一番最初にそれっぽい手を、はい、考えます。確かにこう将棋拝見しててもこうなんていうか、四段の方でも結構棋風って変わってくると思うんですよね。割と体育会系っぽい感じのゴリゴリ攻めていくぞっていう方もいるんですけど、匠さんはすごいこう筋がいいですね。そうですね、本格派といいますか、うん、ロジカルで非常にこうやっぱり、お、来ましたね。お、なんていうか、やはりここは性格通りといいますか。お、だよな、これでもまあいつか来ると思ったけど今来た。そうですね、まあ、次こうの狙いだったんですけど、うん、まあ、すぐに行っても、まあ、それでこうやって止める手があったので、うん、まあ、ここでこのタイミングで打つ必要があったのかどうかはちょっと私にはわからないですけど、うん、あ、でも先生、まあ、これは取られないようにですね、こう行きます。はい、行きます。そこでこんな感じで、おー、それっぽいめっちゃいい手、めっちゃいい手、めっちゃいい手に見えますね。お、これは、そっか。あ、でもどうなんだろう、返し技もあるのかな、なんかどうなってるんですか、ね、おー、それっぽい盛り上がる、興奮してきましたね、検討したマークのこれで候補なんですかね。つまり今これを狙ってたんですが、あの、こうでね、そうですね、こうでこうで、こうやってお、なんかすごい強そうな人の将棋に見えてきましたねこうなったらなんか一気に局面が動きますね。まあ、そうですね、ここはとりあえず飛車回るしかなかったんですけど。さあ、どうだろう、ここで。あ、まあそれもそれっぽい。ああ、それもそれも7四角とか来るかも。いや、さすがですね、それを今検討してました。あ、本当ですか。でもそれっぽい見てたんで7四角かなと思って。それが3の角でしたね。谷先生、こちらも気持ち悪い、それっぽいです、ね、こっちもそれっぽいやっぱ角がちょっとね、これが気になるんで、うん、まあ、あんまり動きたくなかったのかもしれないですね。うん、まあ、これは次に、まあ、これの狙いなんで、まあ取る手から考えたいですけど、まあ、取るとこうですかね、されてどうなんですかね。で、まあ逃げるとどんどん、いや、なかなかの存在感。そうですね、これちょっと嫌なのかな、うんうんうん、部分的には公式戦とかでもこうよく見かける手筋の一つですかね。そうですね、うん、いや、これやられたら嫌だろうな。そうですね、これ結構いいんじゃないですか、この流れは。いいですね、頑張ってる、ね、頑張ってるすごいなあ、あんなんでうまくいくんだ匠さんも。でもここはやっぱりね、負けてられないですよね。おー、辛抱が強い、期待の入った手というか、おー、おお、なんだ、早いですね。これもどうですか、これそれっぽすだけじゃないですか。いい手に見えないですけどね。この次の手が注目ですが、いかがでしょうか。いや、悪いとこ出たんじゃないですか、これは。いやー、ダメだ。2八銀なり、はい。そうか、やっぱまあ、ここまを取りに来るっていうのは、初期の AI にはよくあった、ね。そうですね。実意を求めに始めましたね。うん、いや、あんまり、ちょっと過ぎないじゃん。なんか先ほどの華々しい展開というよりは、こう、じっくり。そうですね、ここら辺拾ってっていう手だと思うんですけど、まあでもいざこちらの立場で考えると何を指せばいいのか難しいところですね。なんか急に谷合さんの元気がなくなったなという印象です。いや、でもいい手なのかな、まあ、悪い手ではないですね、少なくとも。何か損をするというよりは ね、あの確実にという手ですから、
ここ匠さんもどう考えていくか難しいですね。難しいですね。硬い分ね、攻める力が少し、あ、そうですね、ここにリソース入っちゃってるんで、うん、攻める手があまりないんですよね。やっぱ急所はここら辺、ここが丸いんでここ行きたいんですけど、まあ、下手に触るとやはりこう、あ、またここにね、あ、そうなんですよね、ここが常に刺さるんで、こうとかやっちゃうと、はい、こんな感じでね、そうですね。おお、これも積極的な指し手ですね。桂馬を3七桂と跳ねました。そして実利、はい、強者をゲットして、まあ、どうでしょう、ただ強者ゲットしたけどこの駒がここにいるのは人間的に見るとちょっともったいないなっていう、強毒だけど、まあ、銀損というか銀が使えてない状態なので、まあ、そこまで嬉しくはない状態ですね。うん、さあここで匠さんがどんな構想を見せてくださるのか注目ですね。確かにここは大事ですね。うん、結構まあこっちは刺したい手いっぱいあって、はい、まあこれも確かにこうどこかにねこうなったり、まあここは弱点なんで、まあ、うん、打ったりとか、まあ、あとはあこうとか、こうとか、うん、うん、まあいろいろ狙いはあるのでそれをどう受けるか、うん、難しいところだと思います。うん、なんか企画始まる前はね、たくみさんもいろいろトークを聞きながらっていう楽しげなお話だったんですが余裕が、もう余裕やっぱりこうきっちりこう実力者だということがだんだんね指しながらこう分かってきたというところで、いやもう満足です、大満足です。いやでも終盤も気になるな、どうなっていくんだろう。あんまりしかもこう人間的じゃないからよりこう悩みますよね。ちょっと読みが噛み合わないというか。そうですね。うん、一局面一局面で新たに考えていかなくてはいけないというところで、高見さんも結構こう苦労の多い対局かもしれないですね。はい、ちょうどいい実力感かもしれないですね。やっぱ今のソフトってすごい強すぎちゃって、うん、全然勝負にならないと思うんですけど、はい、このソフトだったら多分すごいいい勝負。おー、そうですね。やっぱこれこそ弱点なので。次にね、たくみさんこういう手を狙っていらっしゃるんですが、ですね、これを狙ってきましたね。狙ってきましたね。これでも捕獲されちゃうとたくみさん一気にピンチになっちゃう。そうですね。まあとりあえずはこうだと思うんですけど、まあここで、あ、こうなんですか。こう疑問系。まあちょっと悩みますね。これを打つか。はい、二五角と引かれまして。これを突くか。あ、こっちでしたね。うん、なるほど。まあ、ここにいい位置と見て、そうですね、昔にかかったというところでしょうか。でも、どうでしょう。まあ、ここへ、あ、そうなんですよね。それがあるので、まあ、ただ、やっぱこう打って、あ、そっか、これ。そうなんですよね。これね。まあ、こうやると、こうか。はい。いやいや、これなかなかの手じゃないですか、谷合先生。これとこれがね。なかなか、なんか、取った強者うまく使いましたね、こうなると。確かに。やりっぱなしじゃなくてね、早速の活用ということで、はい、ちょっと嫌な手ですよね。現在の局面ですね。はい、先ほどまでちょっと自信も感じていた匠さんですが、若干焦りが背中から、ね、感じられる気もしますが、背中からも出てますか。そうなんですよね、ちょっといやでも難しい局面続いてますね。そうですね。うん、私はちょっと今嬉しいです結構うまいこと指してるんじゃないかなと思いますね。ちょっとそのあんまり読みづらいですね、 この強者がこう、ね、あ、そうですね、うん、ここまで読んでのこれだとは思わないですけどね。あ、多分偶然その場その場でそれっぽい手を指した結果だとは思うんですけど、うん、おー、なるほど。これは匠さん勝負手を繰り出したような。そうですね、まあこうだったらそこでこうやることで砂漠を打っていくだったと思うんですけど、が結構早かったですね、角を、はい、取られまして、でこれで角桂交換ですね、部分的に。はい、もう角と桂馬だと一般的には角の価値が高いということで、これはだいぶ大きい戦果ですね。そうですね。まあでもちょっと使えてなかった角なので、まあしょうがないかなっていうところです。まあここをこうなったことで、まあこれもね、こういけますし。うんうんうん、確かに。うん、ちなみにそういう駒の評価みたいなものは、こう割と人間の感覚に近いものなんですかね、今回作られた。いや、なんもわかんないです。なんもわかんない。そうなんだ。お、やっぱり跳ねましたね。特に
に決めてないくて、本当にその先ほどの作りそうですね、それと、まあ、あと普通のなんていうか教師ありというか強いソフトが指した手を学ばした、この局面ではこう指すんだよっていうのを学ばしただけなので。面白いですね、一つ一つが。もうそしてどんどんやっぱり指し手が勢いが増してきましたね。二六角、これを狙ってますね。不思議な手ですね。あれ、そうですか。王手でいきましたね。なると王手じゃないですけど、成って取るとね、王手になるというところで、これも取りましたね。これあんまりいい手じゃないでしょ。これいい手ってことあります？どういった要素でございますか。まあ、確かにでもどこにでも使える、ね、そう、どこにも使えた駒をここってまあこれですけど、ね、次は、うんうん、まあ、普通に逃げられた時に、あ、そうなんですよ。うーん、何なのって感じですよね。どこにも効いてないんで。いや、もうなんだか皆さんの一喜一憂が嬉しいですね。本局は。あ、そうですよね。高見さんさすがですね、解説通りに、まあね、そうですね、捉えたくないんで引きましたか。はい、渋いな。なんかここで言ってもらえるんだったらやったーっていう感じは ね、普通しそうですけど、じっくりじっくりやるのが好きということなんですかね。すごいいい勝負ですね。いや、本当ですね。どうなることかと思いましたが、嬉しそうですね先生。いや、私も今日の朝はどうなることかと何も動かなかったの、朝で何も動かなかった。いや、特にその最後の追い込みで大事にしたポイントっていうのはもうすでに出てきてるところなんですか。あ、そうですね、そのさっきちょっと話したモンテカルツリーサーキっていうのが、まあ、割と肝の一つなんですけど、はい、まあ、そこがねかなり、まあ、ややこしい部分なので、なかなか一発で書けなかったんですよ。朝それを駆け込みで、はい、されてと。でそこが完成しないと完全に今回企画倒れになっちゃうんで、うーん、いや、間に合ってよかったです。はい、たくみさん、ここにね、これがこうできると嬉しいんですけど。あ、そうですね、これダメなんですよね。別のところから何か活路を見出していきたいところですが、はい、ここから本当はこれをこんな感じでやりたいんですけど、そうですね、これがね、こうなっちゃうんですよね。うん、なんだか、あれですね、あの最初どうなのっていう手でしたけど、明確でしたね。名手でしたか。名手、ここにも何ね、打つか消してますしね。明確じゃないと思うんですけど。後で聞いてくるのかな。今例えば評価値っていうものもね、はい、もうだいぶ一般的になってきましたけど、この学習方法でもその評価値の概念は、それももうあの結構しっかり頑張って評価してくれるんですか。そうですね。まあ、多分評価値の精度自体はそこそこだと思います。あ、そうなんですね。でもやっぱその評価値単体だけじゃやっぱり結構弱くて、その、うん、さっき言ったモンテカルツリーサーキとか、まあ、そういう探索のものと組み合わせないと、まあ、あまり強くならないっていうのがあるので、まあ、そういう意味でもそこの部分がすごい大事だったんですね。さあ、たくみさんが、お、強者を手に持ってこちらに打たれましたね。ノータイムで。そうですね、まあ、これが確実な一着で、はい、こう、そうですね、そういうのがいるので、うん、あ、もしかしてこういう切り返しとかですかね。そうですね、そうなんじゃないかなと思いますね。うんうんうん、でどうですかね。それこれ取ったらこれがあるので、なんかね、それっぽいって、それっぽいですね。おー、力強い。大体感想が似通ってくるというところで、確かにこう見るとこう駒を取る手はすごい喜んで指しているように見えますけど、相手の方は肩だいぶでも匠さんの駒が少なくなってきちゃった印象でしょうか。そうですね、喜んで活用してますね。喜んで取るぞと。いや、もういいこと指してる気がしますね。うん、でもまだそうなんですよ、終盤が
弱いと思うんです。終盤が弱い AI っていうのはもうね、なかなか見たことがないんじゃないかというところで、いやでも弱いと言っても今の流れからするとね、相当今のところは順調ですね、うん、これが一気に崩れる姿を見られるのか、それともというところでしょうか。いや強い、私もねこれだと思ったんですけど、6号砲、はい、やっぱりこの今攻め駒がね少ないですから、はい、ちょっとここら辺をね使っていかないと、うんうんうん、どうして、なんか例えばこうやって、はい、こうやるとこれはね気持ちがいい手ですね、これとこれということで、ここでまあなんとかしてここのラインに相手の駒を持っていきたいような気もするんですけど、うん、これこっちもありますもんね。そうですね、それももしくはこうとか、先ほどのこういう手ですよね。いやまだまだ難しそうですよね。ただどうなんですかね、取ってくれるんですかね、その駒取るのが大好きだからそういうでもやっぱ読むのかな、ちゃんと。でもこうじゃないですか、やっぱそれっぽいからうん、あでもこれ危ないんですかね。まあそうですね、ちょっとねって、おいろいろな手がありそうな局面でした。匠戦で選んだら7号桂と、こうなんだ、なんか不思議、こっちの方が絶対それっぽいやっぱりでもこれだとこう、こうが気になったっていうことなんですかね。ですかね。でもこれもこっちありますけどね。そうですね、これでどうなんですか、どうなんですかね。こうとかやっちゃうとちょっと危なそうですよね。まあ、多分こうなんじゃないですか、ね、おでもやっぱり匠さん強いですね。飛車走ってさあ、ここの受け方ちょっと注目。おおおおおおあ、ごめんなさい、どうなの、駒引けばいいのになんで馬引かないのおこれはちょっとまだわからない。まあでもは、はい、まあ、一目はこう、うん、ありますけど、一応こうやれば受かるんです。おお匠さんやっぱり切りました ね、 ましたね。いや強いな。さあ、ここですね、ここは勝負どころというか、こうもありますよ、ね、それもあるんですよね。こうさせてからこうとか ね、 ね、もあるし、え、ここでもいろいろありそう。こうとかもあります。あ、なるほど、こうさせてからこう、うん、いやいや、結構楽しみあるじゃないですか、この曲ね。ありますね。何指すのがいいかと、先生だったらちなみにどれがおすすめですか。まあ、今聞いたんでこれにします。ちょっとありがとうございます。いや、こういう一番いいんじゃないですか、やっぱりこうとかだと、うん、まあ、これがいるんで。あ、そっか、こうの時が、うん、なるほどね。まあ、あとこれは、で、うん、で、まあ、これで向かっちゃうんですよね、多分ね。え、あ、あ、そっかなるほど、それは気がつきませんでした、ので多分かなと思う。ところ、何でしたね。まあ、これはこれで普通で、で、まあ、これまで、ここまでありますね。で、まあ、どっちかなって感じですかね。こっちもあるんだ。そうですね。あ、そうですね。こっちもなかなかの手じゃん。なかなかの手なんですよね。まあ、呼びたいですけど、うん、なんか、ボロボロと。いいんじゃないですか、これ。そうですね、これはこれ。ここまでいけば。いやいや、結構魅力的な。うん、いるんですね。いや、先ほどの4三金左ですか、この手がどうだったかというところですかね受け方でいうと。お、悩んだ末にこちらでしたね。こちらもあるというところで、おー、大丈夫、7一、それはあんまりいい手じゃない気がするけどな、ね、こうがね、ちょっと不思議な手なんですけど、こうなったときに、ね、そうなんですね、こうがね、ありますから。あれ、谷内先生、これどうですか、現状が高め。いや、これは、いや、確かにこれ一目なんですけど、うんうん、確かにそれっぽさがあってさあ、匠さん、ここで何を指すか、ちょっといろいろ駒がぶつかっててややこしい局面ですからね。そうですね、まあ、こう取るのはこうですか。そうですね、で、これはね、どこにもうーんなくなっちゃう。ただ、まあ、これだったらこういう感じなんですかですかね。まあ、ちょっとでもどっちがいいかというところですが、いや、熱戦ですね、谷江先生。非常にやはり終盤がそう、途中はね、ちょっと匠さんかなり苦しいかなという時期もありましたが、これはなかな
が多いんじゃないですか。そうですね。今となっては。どうするんだろうな。この時ね。やる気が戻ってきました。あら喋る余裕が声にもこうなんだか勝ちが戻ってきました。久々に匠さんの声聞いたおかえりなさいというところで、匠さんちょっと、ま、自信感じていらっしゃいますか。いや、さっきはなんかもうあのぐちゃぐちゃにしようと、強打ちあたりからぐちゃぐちゃにしようと思ったんですけど、はい、ぐちゃぐちゃになってくれました。確かにぐちゃぐちゃになりました、ね、はい、なんかそれ以外が全部普通のルートに見えたんで無理やり行きました。いやいや、でもさすがですね。なんか単純にその盤上の良し悪し以上にやっぱり相手のコンピューターの性能と言いますか。そうですね、はい、なるほど。でもこれも確かに気になる。これはなんか当たりが多すぎてわけわかんない。なんかどうなってるんだろう。あ、普通に取りました、ね。まあ、とりあえずお相手はこれを取るとして、どういう順番ですかね。取ってから取るのかな。あ、単独これもこれに気をつけないと危ないですね。そうですね、はい、大事故が起こる可能性もありますか。一目こうとかね、こうやりたいんですけど、どっちも言ってそうなんですけど、どっちもっていうね。となると一旦これを、あ、そうですね、これをもらう感じですか。はい、本当に解説通りに進んで、高野さんさすがですね。同歩と取りまして、いや、なんか駒がもう入り乱れてすごい難しい中盤戦ですね。ここからどのような終盤戦になっていくのか。ここやっぱりなんかこの辺にね打ちたいんだけど、そうですね、ダメだからどうするんだろう。一旦こうとか渋い多分その詰みが見えないんで、多分五手詰めぐらいの詰めろをひっそりかけたら受けないと思うんですよ開発者から重大な情報がいいんですか。そんな情報受け渡して本当かな。騙されてないですかね、僕 ね。確かに谷合先生は思っているけど、実は読めるかもしれない。お子さんの方がね、一生懸命頑張ってくれる可能性もありますから。例えばこういうとこして、まあ、どう思うかですよね。受けるのがそれっぽいと思ったら多分受けると思うんですよ。なんかわかんないけど、この感じ。好みだったら嬉しいなと思います。あ一手勝ちを読み切るタイプだとちょっと危ないですね。うん、どうなんだろう。谷井さん、相手の人が詰めろがわからないと思ったらどういう手がおすすめですか前提があれですけれども、まあなんかちょっと駒が足らないんで、うん、やっぱちょっと駒を補充したいかなとは思いますね。まあ普通にこうとか、あれこれももらってもいいってと、なるほどなるほど。でちょっと複雑にするのがいいかな、うん、なんか向こうからもこういう手がないのはちょっと安心ですよね。そうですね、ここにいるので。うん、小回りで言うとちょっとやっぱり匠さんの方が、そうですね、角損以上ですね、まあ、普通に考えればちょっと苦しそうですが、まだ何があるか分からないですね。まあ平均系は硬いわけじゃないですからね、バラバラなんで、まあ、確かに、まあ、多い金もここのね、そうですね、ね、手はね、こことかしますから、お、普通に打ちました。さあここで注目の一手何するかバグってくれ。おお、当たった当たったこれがという声が匠さんから漏れましたけれども、これ谷合先生この手いかがですか。え、受けるにしてもこうなんですね。なんかいろいろ受ける手は多分あったと思うんです。まあ狙いの一つが多分こうなので、まあ飛車の横利き止めたい局面だったんですけど、はい、なるほど、これがいい手なんですね。いや、なかなかのこの手じゃないですか。一気にこう安全になったようにも。そうですね、そう見えますね。バグってくれという意味もね、先ほど聞こえてきましたけれども、これはその流れで言うと立派な手なんですか。立派な手ですね。さあ、そして王手をかけて、このこっちもね、拾える駒なので、あ、なんか急に埋め始めましたね。落ち着いてますね。新しい囲いを作りに行っております。まあ、あと攻めるターンが回ってきた時にちゃんと寄せられるのかっていうところがそれが怪しい。ずっとこれからね、攻めれば勝ちなのに守り続けるっていう、そういうパターンもありますね。うん、どうなると思います、その制作者予想。めっちゃ駒取り始めると思うんですよね。あ、でも谷川先生厳しそうな手飛んできてますよ。66系やっぱね、守りから剥がすっていうのは分かってると思うんですよ、きっと。
あ、そうか、じゃあ剥がした後にね。剥がした後だったと思います。本当にあの不安そうな雰囲気ですけれども、まあ、これを取りながら自然に攻められるということで、はい、まあ、喜んでやっていると。次はやっぱりこういう手とかがね、厳しいですね。そうですね、普通はそういう手ですね。普通はね、たくみさんの方も結構駒が多くなってきたんで、はい、なんかちょっと局面をややこしくさせる手があるといいですね。こうとかやった時に取るのか、それともこっちなのか気になります。取ると思います。取ると思います。こうね、こういう手どっちでこう、こうとかなってもちょっと薄くなるかな。そうですね、確かに、そうかそうか、そういう手は確かに。でもこの瞬間が結構何でもないから、普通に、まあ一手書き目指すならそうですね。ところがどうなのか、そこで攻め合いに来たらもう立派なね、成長を感じるというか、知らぬ間に。あと何かあのこれまで話したこと以外で工夫されたこととかをございますか。いや、ないです、ないです。その自然言語でやったらどうなるのか。あ、取っちゃった。お、これはでもなんか、まあまあでもどうなんでしょう。悪いってじゃね、ないですけど、まあここは弱いんで、ちょっとこれでね、数字悪いというか、なんか重たいですね。重たいです、うん、取っておきたい駒という気がします。え、それを生かしてこっちとかにまた打ったりしたら、また相手してくれないかな。どうなのかな。取る、いや多分これは引くんじゃないかな。取れるのに、取れるのに、うん、やっぱ形の良さも結構重視すると思うんですよ。なるほどね。こうなっちゃうとちょっとなんか悪いから、なんだか癖を探す方にシフトしてきましたけど、どうするんだろう。お、たくみさん、なんとか形を生み出したよ。お、やっぱり取るのが好きなんですよ、実利。そっか、実利の方なんですね。でもこうなってきたらやっぱり、そうですね、これでさっきより効率いいですもんね、うん、これでこれをね、残しておけますからね、でまたこういう時にだから攻めるのか守るのかですよね。一応こうなればこうもいけますね。そうですね、うーん、心配。ちょっと谷合先生の顔色も晴れやかとは限らない感じになってきましたね。最終盤の一番見応えのある局面に進んできましたね。というかこの企画めちゃくちゃ面白いね。ちょうどいい強さですね。いや、どうなるんだろう。なんかこう優勢なんだけど心配っていう不思議な状態が、ね、楽しめてますね今。たくみさんも、まあ、苦しいのはねすごくお強いので分かってらっしゃるとは思うんですが、なんとかこう、そうです、まだチャンスはあると思ってると思いますね。いや、ってこの太る人ですからね。絶対取らないですね。ちなみにここの局面は本当は何がおすすめですか、先生。まあ詰めろかければ勝ちなんで、うん、あ、桂馬とかなんですかね。こっちこっち。いや、こっちに詰めるっすよね。取りますと、まあ飛車打って、銀を増して、でこっちから銀打って同金で銀っていう風に、まあ並べ詰め。手数は長いですが、手数は長いですからというか手数がまあ長いんですね。まあ、例えば全部使うとして、何手ぐらい指しましたかね。一手に。1、3、5、7、9ぐらいですか。9手は読めないですね。9手は読めない。悲しいお知らせがございました。どうなるんだろう。次がわからないというところがどう響いてくるのか。実際は同金と取りまして、次はこちらですね。で、高野さんが銀をここに打ったら、まあ、丁寧に受けてきましたね。うんうんうん。どうなんですか。なんかこうとかでスピード上がりますけどね。つまり何かこう取れる駒をちらつかせながら攻めて、攻略法が自陣を目に入れないように攻められたりしないですかね。これだったら多分こう取ってくれるってことですよね。取るんじゃないかなと思いますね。うん、あれ、これ匠さんいけるんじゃない、まだ。いや、全然わかんないですよまだ、うん、どうなるんだろう。今から消費者予想しても結構悪いような局面ですね。ね、そうですね。あ、お、なるほどなるほど。こっちでしたね。これで次にこうこうというふうにいくってことですね、うんうん。さあ、この時にどういう手なのか。いけんのかな。おーっと、それっぽい。なるほどね。早めに逃げはそれっぽいか。それっぽい。はってのところですね。非常に人間界でも
評価の高い人間界考え方ですが、これはでも自然にやった時、まあそうですね、時どうするのか気になりますね。あ、進んでますね。お、直接者だ。おっと、こちらというお話だったんですが、6七桂、王手が飛んできました。何手詰めまで読めるんでしたっけ。多分将棋は5手詰めくらい。5手がどうかですね。じゃあ即詰めじゃねえなこれ。さすがに大丈夫かな。高見さん当然分かってると思うんですが、この形結構谷合先生、まあ、詰みづらい形ですし、うん、そうですよね。やっぱちょっとここ行くとどんどんこう上に入れる手があるので、なるべくここで捕まえたかったんですよ、王様、うんうんうん、だからこうやって言ってここに逃げられないようにしたかったんですけど、まあこれは人間界でいう悪手なんですよね。大手は大手ですからね。あ、もう伝統ある格言でございますけれども、さあここで次の手段は、おーっと、マジでこれ、いやでもこれ強いっちゃ強い手ですよね。強いっちゃ強い、どっちなんだ、強いのか。だってこの局面結構渡してもこう詰まないので、うん、もう、まあ、駒渡してでも必死かけちゃえば勝ちなんから、まあ必死というのは次必ず詰んでしまう形ということですね。はい、まあ、例えばこういう時にかなり危ないということですよね。そうですね。いや、谷合先生5手詰め以上ありあるんじゃないですか。知らぬ間に成長してますね。嘘これなんて。どうなんだろう、こうなのかこうなのか、まあこうなのかですかね。そうですね。いや、刺されてみると、そうか。高見さんもう 1,2 枚ゲットしたらちょっと夢が出てくる。そうですね、手番欲しいですね。手番入ればこうとかで、あ、やっぱりこうを先にあらかじめ ね、止める手が良さそうですね。あれ、何個あれば詰むんですかね。まあまあ危ないですよね。まあ、あと正確にその大手に対応できるのかっていうその問題がありますよね。そうですね、詰んでないんだけど、本当詰んでないんだけど詰んじゃう方に逃げちゃうとか、そういうことも全然あり得ると思います。うん、いや気力不明だから怖いですね、やっぱり。お、斜めに張って、これが5手詰め以上見えると、ああ、なるほど、大手で今度は金に紐をつけましたね。ちょっとでも今本当危なかったですか。本当は詰みじゃないですか。8八にね、銀打って手が結構怖いところでしたが、並べ詰めだったですけど、詰め将棋はやっぱ弱いですか。今のこっちに打ってると何手詰めでしたか。まあちょっと並べるのを省略するとして、まあ、11っていうぐらいですか。1,2,3,4,5,6,7手ぐらいですよ。まあ9手かな。じゃあやっぱり先ほどの5手詰めまでしか解けない説、結構有力ですね。いや、有力ですね。そうなんとか、まだ計算させてないですね。これはまあ受けの力はありますが、攻めに関してはちょっともったいない感じの一着ですかね。そうですね、はい、自然に受けて、さあここでどんな手なのか。おー、これー不思議、不思議。あれ、これは詰むのかな。いや、積むことはないと思うんですけど、どうできますか。あ、でもそっか。まあまあ、危ないは危ないですよね。取りますね。まあ、取りますね。で、同銀。あ、でも危ないんじゃないですか。で、まあ、あ、来ましたよ。どっちですかね、こう。これは詰みだと思って今。いや、多分それっぽい王手を指してたんですけど。で、こう。で、あ、そっか、こういか。そっか、いないんですよ。あ、そっか、さっき取ってる。そうですか。いや、まあ、この使う順とかももしかしたらあるかもしれない。確かに。積む可能性は全然。こっちの方が危なそうですか。これは積みですね、それで。ここにちょっと手数がひっくり返る。こういう感じで。いや、ちょっとついに最終盤。でも銀銀入ったんで結構チャンスあるんですよ、大手かけたら。あの、要するに手番が回ってきたんですよ。あ、そうですね、多分こうで、まあ多分こんな感じだと思うんですよ、きっと、うんうんうん、で、なんかこうやって起きてかけたら、なんかこれ、こう寄って、なんか、あ、いけそう、いけそうじゃないですか。
まあ、この時どうなんだろうな、こことか行くのかな、やっぱり。なんかせっかくね、これも打って固まりましたけど。そうですね、こっちの硬いと見るかもしれないですね。ちょっと緊張してきました。まずここで匠さんが一回こうしのぐ必要。そうですね。5本も危ないんですか、1目。ちょっとなんか、一番いいとこだったと思いますね。谷内さん、これまでいっちゃうと思う。あ、やっぱり。罪はないんだ、やっぱ。おー、予想通りの展開に。さあ、ここだ。ここですね。これ、3手詰めの詰めろなんで、さすがにこれは詰ますはずですよ。となると、ここは、最後の勝負どころじゃないですかね。やっぱこれ、受け聞く形じゃないですもんね、きっと。そうですね、ちょっと。ここはもう、じゃあ敵陣を見て、なんとか、詰まない王様を詰ますしかない。まあ、詰みは明らかにないですからね。まあでも結構、そんなに、というわけでもないですもんね。まあそうですね。普通に人同士でやっても結構怖い。逃げ間違えることは全然あるかなという。まあ、それから手順でここら辺ね、駒取れればいいんですけど。ああ、確かに。王手かけながら角を取る。ええー。いや、どうなんだろう。熱戦ですよ、谷内先生。これしかもなんかこうとか来た時に、なんかこれが効いてくるとか、そういうのもありますよね。いや、あるんですよね。これがあるからこう打てないですからね。あれ、いや、確かに怖いな。結構詰むことありますね、じゃあ。そっか。後手詰め読めないとちょっと危ないんじゃないですか、かなり。普通に危ないまであります？普通にまあまあ危ないですね。うん。先生おすすめの王手はやっぱりこちらですか？まあ、とりあえずこうで、うん、まあ、ここ行ってほしいですけど、まあ多分こう行くんですよね。うんうんうん、で、まあ、やっぱり。で、まあこうで、まあ取るのかな、一番怖いのは多分。ああ。まあ同角は罪なんですよね。いやでもこうなるかもしれない。こうでこういってこれ詰まる。そんなことある？この前企画でやりましたけど。あ、今日、あ、今日番の。あ、簡単だ。ね。何かいるかな。こうか。というのね、筆で最後にとどめを刺すとね、反則負けになっちゃうっていうなんかね、ルールがあるんですが、はい、あ、剣持ちましたね。おー、行った。さあ、高さん、どうだ。どこに行ける。瞬間ちょっと戻します。どこに行ける。どこに行ける。どこに行ける。おー、そっちか。まあ、そっちもそっち。まあ、2-2以外は大丈夫ですね、多分。戻しましょう。ちょっとお待ちください。こんなちゃんと最後に見せ場を作ってくれる AI にしたんですか。いや、作るの上手いな。こんなちゃんとね、最後までヒヤヒヤさせてくれる AI を作って。いやいやいや、まだ検討してないところでね、逃げましたけれども。いや、どうですか、結構怖い、ね、怖いですよね、うん、まあ、こうか、まあ、こうもありますもんね。いや、これなんか香車取ったのとかいろいろなんかいい気するんですよね。なんか最後すごい綺麗に収束してもおかしくなさそうです。これめっちゃ危なそうじゃん。ね、いやいや、たくみさん、これはもうこれこれわかんないっすね。後手詰め読めない。後手詰めは読めるのかな。いや、もう名曲ですね、谷合先生。これはすごい。どうなるんだろう。実際ね、まあ、これかこれかというところ。そうですね、そのどっちかですけど、こっちだとどんな感じなんですか。まだこれもしかも相手が何やってくるか分かんないっていうのがある。そうですね、こうなのかこうなのか、はい、こうは危ないですか。まあどうなんですか、こんな感じですか。まあ王手は続きますよね、少なくとも。こんな感じでね。うーん、いやいや、怖い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 ですよね。でもこの動画見たら、こう、この AI と対戦したいっていう方がすごい増えそうですね、なんか。そうかな。対戦してみたいという。いや、でも、たくみさんの凄さが分かると思います。ここまでも非常にやっぱりお強いですよね、はい、改めて。AI と互角ですからね。うん、そう聞くとすごい。昨日できた、1時間前できたって言わないけど。でもこう、崩れてないですかね、崩れてないですよね。から、すごいことだと思うかな。どう受けるんだろうか。これも怖いんだよね、だって。そうですね、これも怖い。そうなの、これどうなの。まあ、つまないと思うけど。いや、これで多分いけ。おー、来た。
これがね、これが多分相当危ないんですよ。頼むミスってくれ。さあどういう受け方があるか、いずれも何回さあ。いやこれは相当危ないよ。これはいいのか。これはいいのか。ちゃんと考える。これは筆受けた。筆受けた。開発者の谷合先生がこの手は危ないと言ったが、ニンニフが飛び出しました。これはチャンス、匠先生。こうで。そうね、こう打ったりするとちょっともったいない。あ、そうですね。でこういやいやいや、これは流れ来たんじゃないですか。ね、いやいやいや、これは相当ですよ。まあ手数がかなり長いので、おそらくコンピューターの方が読み切れて、AI の方がね、積むわけないやろって思ってると思いました、ね。でこれがそれっぽいということで、僕も5手詰め以上読めないんで。またまた嘘、これ筆受けてくれるのはちょっと、いや逆に読んでない方でしたね。これはでもそうですね、このなかなか苦しい時間も長かったですが、匠さん、これは最後で最大のチャンスが訪れているんじゃないでしょうか。いやいやー、まあ、実際積むかはちょっと微妙というか、ミスをもう一回やってくれれば。そうですね、もう一回ミスってくれないと多分積まないんじゃないかなと思うんですけど、でも私これ公式戦でこういう局面になって正確に逃げられる自信ないですよ。これで秒読みとは怖すぎますよ。いやいや無理無理、もう絶対詰まされちゃう。マジわかんねえ、これ難しい。匠さん頑張って。視聴者の皆さんも匠さん今めっちゃ応援されてると思いますが、いやこんな対局になると思われなくて最後にプレッシャー感じるな。これ誰も予想のできない最後に、どんなエンタメ企画になるのかと思って来てみたら大変な熱戦に。すごいですね、完璧でしたねなってますけれども、この一回やっぱりこれの後がどうなるのかですよね。そうですね、こっちもあるんですか。まあこれは危ないですかね。あ、逆か、取ってからか。こうやって向かい回して、でこれで、まあ、次は分かんないな。そうだって、まあまあ長いですけど次ですね。分かんないな。でまあ多分取ると思うんで、さすがにこっち危なそうなんで、見た目が。さあこの見た目の美しさで指し手を。いや分かんなすぎる。いやーこれもね、分かんなすぎる。なんかね、こう難しいですよね。どこまでこう王手をかけて、どこで踏みとどまって考えるのがいいのかって非常にこう難しいですよね、谷先生。いやー、緊張するな我が子の初めての晴れ舞台となるのか。匠さんが人間の、いや、いけ。そうですね、いけ、まあ、まずここですね。さあ、まあ、多分桂馬取るはず。おお、うん、いやいやいや、どうなるんだろう、わからない。これはどうなるんだろう。やどうかとかね。そうですね、などっちもいや、もうこの方があるからか。うん、いやもう意外とこれはもうこうってくれるとか、そういう可能性も。おお、やっぱり、まあ、数字がいいですね。まあこれですね、やっぱね。頼む。いやでもこれも最善の受け。さあどうなっていくんでしょう。むずっ、ちゃんとやってくれるこれまあこうが自然ですかね。で多分これはやんないんですよ、言ってだから。あ、そっか、そう、こうやったりすると、これでね、これはやんないです。うん、それは読めると、そういう機会にはね、やらないというのが意味ですけど。はい、ではじゃあ、まあ、間違いない匠さんとか言って3、4に打ったら、ああよかったよかった。いやいや、さあここだ、どうなっているんでしょう。いや大熱戦となっておりますけれども、何が、これ正確にやったら罪はどうなんですかね。正確にやったら多分詰まない。なるほど、気がする、気がする、わからないけど、というところで。なんかね、こういうの魅力的ですよね。いや、そうですよね。なんかそういうのとか、まあやっぱ普通にこうとか、うんうんうん、まあ、やっぱ、まあ、これが結構投資しやすいかなとは思うんですけどね。なんかこれも合わせてとか。あ、そうなんですよね。これでまあ、ではこうですか、うんうん、で迷ってこうで、はい、で、いや結構難しいですよ、うん、本当に逃げ間違うと詰んじゃうと思うんですけど、まあ、どっちもありますよ。まあ、同玉にします。同玉でこうですよね。いや、こんなとこまで聞いてきます、もしかして。これでこう
そうですね、同金しかないですね。怖い。まあここまで来ればね、金しかないんで。いやー、ほんとに、そっか。まあでもこれもそっか、効いてきてますもんね。そうですね。いやー、でも生きた心地がしない局面ですね。ええー。いやいやいや、どうなっちゃうんだろう。現在は、金剛力ですかね。いやー、わかりません。谷谷先生、こういうのって刺しながら強くなったりすることもあるんですか？いや、それはないです。それは今回はい。主人公みたいな、主人公みたいな。戦いの中で強くなる。そういう作り方もできるんですか？戦いの中で強くなるってことはないですね。その戦いを終えてその寄付を反省することはできますけど。ああ、そっか、なるほど。いや、ないな。意外とないな。持ち駒ですか？いや、何もない気がしてきちゃいましたね。急に。やる気があったんだけどな、読めば読むほどやる気なくなってくるな、これ。まあ、おかしくなってくることになって。祈って、あえて一番話して、あれ、強者の話。さあ、やはり本命の王手、はい、でこれで、まあ、シンプルに、まあ、シンプルに逃げました。いや、強い。合駒連打とかそういうバグがないか。こういう手とかもね、あるんですけどね。そうですね、やはりとりあえずはこうかなと思いますけどね。5手以上読めないとなって、そこの、こっちもあるんですか？こっち。ありますね、全然読んでなかったですけど。ありえますね。そうですね、これも普通はつまない形ですけど。まあでも一応、ね、王手はかなり続きますよね。そう、取れるんでね、大駒を。あ。こう、いけ。おー、おー、強い。いけ、いけ、もういけ。さあ、これをどっちで取るのか、若干悩んでますよ。あ、角だ。角でしたね。危ないけどな。分かってんのかな、危ないけど。匠さんが強いんですね。先ほどからもう解説の手がバンバン出て。確かに。言った通りになってますね。うん。うん。そう。谷谷先生、でもなんかこう、一周回って、こう、こちらが詰めろじゃなくなれば、また詰ませられないとか、そうですね、そういうこう、パターンもあるんですかね。から一つのプランはこうで、うん、こっち行ってくれて、うんうん、こう行って、うん、長いな、長くなっちゃうけど、これ最後金を打とうかなという。あ、なんかこうやってこうやってこうやって、こうか、いやー、なるかな。でも打ちましたね。とりあえず打ちましたね。あ、こう、はい、これを取りました。いやー、でもこれお相手読み切りじゃないですか。どうなんでしょう。これは逃げ切った気がしますね。しかし取るしかないところで、ここで7六に上がれるか。上がってきましたね。強い。いやー、これ系統の玉、寄せに屈指の。そうですね、寄せに屈指ですね。これがね、まあなんか下がった後だったらまた、はい、返していく手があるんですが、これは、あー、たくみさんの手も若干覇気がなくなってきて、まあ、これは詰ますか、さすがに。さあ、ちょっと着手が早い。8六角、9八玉に。お、詰ましたか。9七金です。1,2,3,4、 もう7手締めだぞ。長いですよ。7手締めだぞ。ちょっと情報違くないですか。ちょっと違う。言ってる違う。情報が違いますよ。もう相手の駒が全部たくみさんの王様に押し寄せてきております。ちょっと言うことが言ってるのが違うよ。ということで負けました、はい、お疲れ様でした。ということで、谷谷先生の自宅で勝利となりました。おめでとうございます。あ、ありがとうございました。ありがとうございました。大熱戦。大熱戦。いやー、東洋座はね、もう即詰みということで、はい、行く場所がなく、で、あの AI の王様行く積みがないところでしたけれども、ね、いやー、匠さん、はい、いかがでしたか。いかがでしたかね、皆さん。いや、なんかやっぱり、その出来たてのね、コンピューターと戦ってる姿ってなかなかね、人の目に触れる機会ないと思うので、うん、僕もこれ見返したらなんか貴重な映像として勉強になるのかなと、はい、思いました。
はい、まあ、僕のチャンネル視聴者はぜひですね、まあ、こういうのを作る側の人間もたくさん将来的にいると思うので、うんうん、はいはい、何かこれでモチベーションが上がったらね、僕の配線にも意味があったんじゃないかと、はい、思います。谷谷先生というご感想でしたが、はい、いかがでしたか。いや、まさかこんなにいい勝負になるとは思いもしなかったですね。いやでも匠さんの差し回しもお見事でしたね。いや本当にありがとうございます、うん、だってもう谷谷先生の解説テレビもそのところですか、進んでましたし、いかがでしょう、やっぱりこう中盤のあたりが結構勝負、そうですね、あったりもしましたが、この銀なりがね、うん、ケーキを取りに来たのが実はいい手だったのかもしれないですね、うん、反省すべきは我々だったのかもしれないです、うん、まあ私たちはね、こんな手はないだろうって言ってましたけど、うん、いやでも初めてディープラーニング系のソフトと指したということ、あ、そうなんですか、はい、嬉しいので、はい、いやありがとうございます本当に。いやもうそうですね、僕が締めなきゃね、僕のチャンネルですね、はい、よろしくお願いします。そうですよね、今ちょっともうボーっとしちゃってるんですけども、いやいやもう、はい、いやということで、香川先生の解説もね、今回もありがとうございました。はい、谷谷先生もまた僕を打ちのめす企画思いついたら、いつでも、はい、ぜひお願いします、来ていただきたいと思います。ということで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。